バムラドレス、今日はキックで弾けると転中、側中、踏み込みジャンプ技が楽になるっていう話をしていきたいなと思います。別に弾けるっていうのは自分が爆発するっていう意味ではありません。弾くっていうのはどういうことかっていうと、地面からの反発をもらえるっていうふうに思うといいかもしれない。それは床が跳ねるかどうかは関係なくって、こんな風に踏み込みと手の使い方、そしてジャンプのタイミングが合えばふわっとするんだよね。これめっちゃ大事なのね。テストに絶対出るやつ。もう先生赤チョークで黒板ぐるぐるやってるわ。弾けたらイコール高さになるっていう話じゃなくって、上に弾けば高さになるし、それを前に弾くほどだんだん高さがね、こう回転力に変わっていくっていうようなイメージかな。さっきのやつを前に弾くとこんな感じ。なかなか見た目で判断するの難しいんだけど、これはやってる自分が一番よくわかる。感覚明らかに違うから。これが使えると低空飛行してて全然立てる気がしないっていう例にとても効果的です。大体そういう場合って空回りしてて地面をうまく蹴れてないんだよね。感覚で言うと振り上げとか勢いだけでやってる感じね。弾くキックを練習するときは走ったりスピードつけないでやった方が繊細なコントロールができて絶対習得しやすいので、例えば転中の練習だったらこんな感じでね、立たない前提でその技の動きを練習するというね、ひたすらね弾く感覚だけに全集中する感じ。